はい、どうも神仏応援団龍です、今日はですね、グリッドワーカーについてお話ししたいと思います。はい、ということで今日はですね、グリッドワーカーについてお話ししたいんですけども、世の中といいますか、この地球上にはですね、まあ、エネルギーの流れみたいなものが、まあ、あるというところから、まあ、話は始まるんですけども、どうですかね、まあ、磁場とか流脈とか、まあ、エネルギーラインとか、いろいろ言われるんですけど、まあ、パワースポット、あと、まあ、ボルテックス、とか、まあ、いろいろなですね、言われ方がするわけなんですけども、まあ、その地球上には、まあ、いろんなエネルギーのこう流れがあってですね、その流れが、まあ、例えば線となってこうクロスしている場所があったりですとか、まあ、そういう場所が、まあ、あると。まあ、もちろんこれはですね、あの目に、まあ、見えない、領域での話になりますので、なんだそれはと思う方は、まあ、ファンタジーの話と思って聞いていただければいいんですけども、でただこの地球上のこの見えないエネルギーラインをですね、まあ、整えるという仕事を、まあ、する人たちが、まあ、いるというのをまず知っていただきたいんですね。はい、で、まあ、それはですね、私が、まあ、その一人になるわけなんですけども、まあ、世の中には、まあ、ある程度の数のですね、まあ、グリッドワーカーっていうのが存在しまして、でこれが、自分でですね、こう認識して動いている人もいれば、まあ、全く認識して動いていない、まあ、動かされていると言った方がいいかもしれませんけども、まあ、そういう人たちが、まあ、いるわけです。で私の場合はこう認識して、動いているわけなんですけども、まあ、認識せずにですね、動かされている方もいるんですけど、それがまあどういう人たちかと言いますと、実はですね、まあ、非常にまあ引っ越しが多い方、そして、旅行へ行くのが好きな方、まあ、とにかくですね、どこかに出かけていくのがものすごく好きな方って、たまにいますよね。でこういう方たちっていうのはグリッドワーカーである可能性が、まあ、高い、です。はい、普通ですね、普通の人がまあ経験しないような引っ越し回数をしている方といるじゃないですか。でこういう方はですね、特に可能性がまあ高いですよね。でこれはなぜかと言いますと、グリッドワーカーはですね、こう意図的にそこの場所のエネルギーを整えるっていうことも可能なんですけども、実は存在自体ですね、そこに行くだけで勝手にですね、エネルギーがこう整っていくっていうような、そういうですね、まあ効果が、ある人がいたりするわけなんですよ。なので、どこかに呼ばれてですね、引っ越し、しました、引っ越しさせられましたと、自分では無意識なんで引っ越しさせられたと、で行くことによってそこの場がですね、整うと、調整されるということが、まあ、起こったり、しています。はい、でこれはですね、本人意図してないので、もうこの3次元の世界の見方をすればですね、まあ、やたら引っ越しが多いんだよねと、どこでもこう動いていっちゃうんだよねと、あの今まで生まれてこの方引っ越し10段階したよとかっていう人がたまにいるじゃないですか。そういう方たちはまあ非常にそういう可能性がまあ高いんですよ。なので私としてはですね、ぜひそういう方にですね、私そうかもしれないっていう、まず認識を持っていただきたいなと思うんですよね。で、まあ、いろんな場所に出かけていってですね、行くとまあ整うんですけども、これはですね、自分でこう認識した方が、まあ、そこを整える、まあ、効果がまあ上がると、いうことですので、まあ、いわゆるそのまだ眠っているグリッドワーカーたちですね、まあ、ぜひこう目覚めていただきたいと。はい、でこれはですね、その大昔の話でいきますと、こういう人たちってまあ少数いたわけなんですけども、結構ですね、まあ、秘密裏にといいますか、表立ってこうやりますみたいな感じではまあなかったんですね。でその感覚は僕もですね、今実際この YouTube ですね、喋ってますけども、こんなことやってますよっていうのは基本的にあんまり外にまあ 話すのに抵抗があるといいますか、はい、という感じです。それは多分昔のですね、大昔のこの流れをですね、まあ、覚えているのかなと、思うんですけども、まあ、秘密にやる、うん、知らず知らずのうちにですね、整えてくるっていうのが、まあ、何ですか、こう仕事人じゃないですけども、まあ、周りにバレないように、まあ、勝手に整えてくるみたいな、悟られてはいけないみたいな、なんかよくわかりませんけど、まあ、そんな要素はね、なんかあるんですよね。なので私ここ調整してきましたよっていうのはまたちょっと違う、だいぶ違うと言いますか。はい、ということで、ですね、またその調整ですね、私もしかしたらグリッドワーカーいろんな場所に行くのがとても好きだと、またですね、そのエネルギーポイントとなっている場所が神社だったりお寺だったりっていうところが、ね、結構多いんですよ。
あとはもう自然の中ですね、山の中だったり、というのが非常に多いので、そういう場所に行くのがものすごく好きだ、またはそういう回数がやたらと多いという方はですね、また私の動画をですね参考にしていただければ、何かしらヒントになるんじゃないかなと、まあ、手っ取り早いのはですね、私毎月神社ツアーを、開催してますので、そちらにご参加いただくと、一気にですねこうバカーンとなんかスイッチが入るかもしれないですと、いう可能性は非常に高いと思いますので、ぜひですねその心当たりがあるという方は私の神社ツアーにね一度参加いただければなと思います。またですね、そのグリッドワーカーの、どういうことをやるんだっていうのを、いわゆるこの知識といいますか、そういう、作法といいますか、そういうものがあるんですけども、そういうのもですね、お伝え、しようと思ってますので、またその辺もですね、ご興味あれば、またメッセージいただければなと思います。この動画はですね、ひとまず、移動がとても多いっていうのをきっかけにですね、その世の中に散らばってるですね、グリッドワーカーを、集めたいと言いますか、目覚めていただきたいという思いがありまして、この動画を撮ってるというのが、あります。で、全然そんな関係ないよという方もですね、そんな世界があるのかと、また知っていただけるだけでもですね、またいいのかなと思いますので、また参考にしていただければ幸いです。はい、ということで、神仏応援団、リュウでした。今、LINE で友達登録キャンペーンをやっております。あなたの友達登録お待ちしてます。